セブンスブルースのシングルで、なんか、えっと、えっと、シングルがどれがいいか、シングルカットはどれがいいかっていう時に、なんか、もう僕はもう最初から、あの、Don't Leave Me が一番いいっていうふうに言ってたんですけども、なんか、えっと、あとかな、会社の人とかはなんか、いや、未成年がいいみたいな話になってて、で、まあだからもしかしたら未成年が、えっと、あの、シングルだったのかもしれないんですよね。 なんですけども、まあ結局まあ最終的にはだから僕がなんか、まあ、これがシングルだってなんとなく言ったものが必ずなってるっていう感じはあるんですけどもそれも結果論だしうん、っていう感じですねだからまあ別にだから僕が偉かったとかそんなことは全然ないんですけども。